ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。この番組は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本天霊と、大人も子供も明日も仲間でいられる安心の居場所、児童発達支援放課後等デイサービスアスパルの2社の提供でお送りいたします。ワインさんリスナーの皆さん、こんにちは。第1第3火曜日の午後2時より生放送でお送りいたしております、ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。11月も中旬となりますと、紅葉を見に行きたくなります。皆様いかがでしょうか。我が家の家の近くではイチョウの木が黄色に染まってまいりました。そしてこの路地裏には銀杏が転がっています。ちょっと大変なのは踏んだら臭くて大変ということですけれども、食べると美味しい銀杏です。日本へは鎌倉時代に伝わったと言われており、よく神社の境内ですかね、または街路樹で見かけることが多いと思います。不思議なことに、このイチョウの木はオスの木とメスの木があるようです。銀杏はメスの木にできるそうです。我が家の近くのイチョウの木はこれでメスの木だということが分かりました。このようなお話をしておりますこのスタジオ、千住から世界に発信、シーウェブからお送りいたしております。この番組へのご意見ご要望、ワインさんへの歌のリクエストをお待ちしております。千住アットマークシーウェーブドット JP、 こちらのメールアドレスにお送りください。最初にワイン&子供ど真ん中プロジェクトと宛名をご記入いただきますと助かります。ぜひ皆様からのメールをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。株式会社マルユー代表取締役野村達弘さんです。本日のテーマは営業の極意とは誠実なりです。野村さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。早速です、自己紹介をお願いいたします。株式会社マルユーの野村達弘と申します。営業代行の会社をやっております。はい、営業代行の会社というのは、はい、営業を代行するということでよろしいですか。そうですね、企業様の案件をいただいて、営業を代わりにしております。営業のプロということですね。はい、そうですね、営業のプロとしてやらさせていただいています。よし、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。営業のプロということですけれども、大学卒業してすぐ営業マンになったということでしょうか。どんな業種に就職されたんですか。ですね、金融機関に勤めてまして、銀行の方に、はい、銀行に勤めた。そうですね、はい。おお、なんでまた銀行。もともとやっぱり起業したいっていう気持ちが大学生の頃からありまして。何ちょっと待って、はい、大学の頃にもう、はい、自分は起業したいと。そうです、はい、思ったのね。はい、でなんで銀行に入ったの。いろんな会社様のその経営だとか、うん、いろんな経営者様とのお話を聞けるっていうのが一番あったので、はい、いいとこ選んだんだ。そうですね、はい、ね、自分が起業するためには、はい、いろんな会社の状況が分かった方がいいし。そうですね、はい、なるほど。で銀行員だから、その会社の内情まで入れるもんね。そうですね、はい、会社様の決算書をこう見て、いろいろ提案していくので、うん、はい、まあ、そこでやっぱりいろんな情報を得られるっていうのがありましたね。うん、はい、いい経営の仕方も、あまりよろしくない経営の仕方もいろいろ見れるわけだね。そうですね、はい。
すごい。このね、そうそうそう、企業に入った後にじゃなくて、はい、もう入る前からそういう作戦立てちゃったなとか、すごい。ありがとうございます。野村さんすごい。ありがとうございます。うん、はい、もうどんどん聞いちゃう俺。はい、じゃあそんな野村さんでもさ、はい、やっぱり社会人1年生になって、はい、まあどの会社でもいいわ。まあ野村さんは銀行入ったっていうことだから、はい、銀行の話で聞くんだけれども、はい、まず研修ってあるよね。そうですね。研修は長い。そうですね、半年ぐらいやってましたね、はい、で、まあ、どの部署に入っても研修はあるんだろうけど、はい、野村さんはどの部署に入ったの？営業。営業に入ったの？はい。おお、そうですね。なんかそれもなんか直線でいいね、今の仕事にね、結びついててね。そうですね、結びつくと思います、うんうん、はい。さあ、じゃあその営業の研修、はい、まあ、営業の研修に関してはやっぱり先輩との同行っていうのが一番多かったと思います、うんうん、先輩との同行、はい、まあ、カバン持ちみたいな感じで。そうですね、はい、うんうん、先輩がどういう提案をしたりっていう営業の仕方を見させていただく時間が多かったと思います、うん、ね、これ勉強になったでしょ。そうですね、非常に勉強になりました。やっぱり生でそういう活躍している方の営業方法を見たりっていうのが非常に勉強になりました、うんうん、なるほどね、はい、じゃあそこのとこちょっと教えてくださいね。はい、うん、いや、これいいなっていう感じのところってありました、はい、そうですね、営業がやっぱりできる方っていうのは、まあ、営業だけではなくて、はい、まあ、お客様が求めてることを把握して、うんうんうん、まあ、例えば営業じゃないことでも、そのお金にならないことでも、うんうん、あの何人か手伝ったりとか、うんうん、まあ、本当電球を変えてみたりとか、お、そういう何ですかね、お手伝いというか、あ、はい、そういうのもしてました。してた、はい、先輩、先輩してました。銀行員でも、はい、こんにちはっつって、はい、ちょっと電球変えてくんないと、はいはいはいって書いてたらね。そうですね、はい、はあ、それ見て1年生、はい、どんなふうに思いました？最初はなんでこういうことをしてるのかなっていうのは思うよ ね、 ましたね、はい、これ電気屋に頼んだ方がいいんじゃないって思ったよね。はい、営業の成績につながるところではないので、うんうん、ないよねって思ったね、はいはい、最初は疑問には疑問に思っ た、 ってました。で、先輩には聞いたの？先輩、なんであんな電球取り替えるんですか？そうですね、あ、聞きました。聞いた。そうです、ね、先輩なんて言ってた？あの、そういうところもしっかりやりながら、まあ、お客様との信頼を作っていくっていうのが重要なんだよっていうことで、うん、そういうところをしっかりやりながら、はい、お客様との信頼を作っていくのが重要なんだよ、はい、先輩、いい先輩と回ったね。そうですね、はい、うん、いい先輩と回ったと思います、はい、じゃあその先輩、はい、例えばお客様と、まあ、商品の契約とかするときにどんな感じでした？いや、もうそのそれ営業をしっかりするまでにもしっかり人間関係とか信頼ができているので、うんうんうん、やっぱりその先輩のことをやっぱり信頼して安心してこう契約をすぐ、うん、するっていうのが、うん、あのところをよく見てました、はい、もう先輩信用してたっていうか、ね、そうですね、もう 100% 信頼してたと思います。どういうところを見て 100% 信用したと思いました？やっぱり自分の利益だけを追わずに、うん、まあ、その相手のためのことであれば、もう嫌なことも顔もせずに、うんうん、あの一生懸命こう尽くすっていうところをやっぱり見て、お客さんは信頼してるのかなと。信頼してね、はい、じゃあこれお願いしますよって言って契約書出したときに、はいはい、お客さんもあんま詳しく読んだりしなかったんじゃないですか？そうですね、詳しく読んでなかった方もやっぱりいましたね。で、はい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 っていうので、うん、あの契約書にサインしてっていう形を見てました。野村さん、びっくりしなかったですか？そういう最初見た時はびっくりしました。でやっぱりそれまでの過程にいろいろあったんだろうなというのは、うんうん、あの後々実感して、で、まあ、どういうふうに営業してるのかっていうのは聞いてっていう形、ね、そういうふうに学んでいったってことですね。そうですね、はい、いい先輩にも恵まれてね、はい、非常に勉強になったという感じを受けましたが、はい、そうですね、分かりました、はい、はい、そのような研修をされて、いよいよ独り立ちというか、一人で営業回りってしたんでしょうか？
そうですね、営業を研修終わった後に一人で回り始めました、はい、野村君、はい、まあもうそろそろ一人で回ってくれないかと、はい、始まったわけですね。始まりました、はい、どうでした？最初はやっぱり失敗ばかり。失敗したそうですね、失敗するんだよね。そうですね、だって分かんないことばっかだもんね。やっぱりそうですね、すぐ聞ける人間もいなかった、くなるとやっぱり失敗の方が多かったです ね、はい、じゃあその山ほどの失敗の中から、はい、なんか思い出深い失敗一つ教えてください。そうですね、一番最初の、うん、定期預金の契約を取った際に、はい、うん、その定期預金の契約書を持っていかなかったっていう。ちょっと待って、はい、定期預金の契約を取りに行ったのに、はい、その定期預金の契約書を持っていかなかった。そうですね、持っていかなかったっていうのは。お客さんにもう来なくていいよとか言われなかった？一応言われなかった。言われなかった？はい。なんて言われた？お客さん。待っててくれるから、うん、取りに行ってきなさいっていうことで。待っててあげるから。そうですね。ちょっと取りに行ってきなさいって言って、はい、で取りに行ったの？契約書を、はい、取りに支店の方に戻って、うん、で支店の人にはみんな笑われる。笑われるよね。そうですね。あれで笑われて、うん、でお客さんのところに戻って、戻って、はい、そしたらちゃんと契約してくれた。契約していただけました、はい、優しいお客さんだね。そうですね、初めが優しいお客さんでよかったです。そうですね、でそのお客さんって、はい、その後は可愛がってくれた？そうですね、可愛がっていただいて、うん、まあ、他な本当長い付き合い、その移動するまでもしっかり長い付き合いでいろいろやっていただきました。あ、はい、でなんで可愛がってもらえたと思う？まあ、分からないことが多かったんですけど、うん、もうとにかく一生懸命にやってたところを、うん、まあ、信頼していただけたのかなとは思います。それ大きいよね、やっぱり一生懸命さって伝わるよね。はい、そこだ、うん、そうですね、伝わったんだと思います。なるほど、はい、どんな風に一生懸命やったんですか？どんな風に一生懸命、そうですね、やっぱり先輩のを見てたのがあったので、はい、もう本当に自分の数字、営業なんで数字っていうところだけ追っかけずに、うんうん、まあ、お客さん の、うん、ためになることだったら何でもしようってことで、うん、そういうところまで一生懸命やったのね、はい、さっきほら先輩が電球取っかえてたって言ったじゃない。そうです、はい、野村さんも取っかえた の、 あの電球も取っかえました。取っかえたのね。取っかえました、はい、で、はい、で研修の時はなんでこんなことするんだろうと思ってたけど、はいはい、自分たちはその時はどんな思いで？あ、本当その、まあ、お客様のためであれば、うん、もう何でも尽くそうっていうのがあったので、うんうん、本当ケーキ屋さんができた時に、はい、そのクリスマスケーキのチラシを配って契約を取ってきてほしいっていうのも。ちょっと待って、はい、銀行員がクリスマスケーキのチラシ配ってくれと、はい、契約取ってきてほしいと。そうですね。あ、すごいね、はい、うん、でケーキの、そうです、チラシを配って注文まで取ってきて、はい、でもなんかさ、はい、それってなかなか頼めないじゃん。そうですね、お客さんとしては、はい、でもそれ頼んじゃうっていう、頼まれちゃう野村さんって、はい、なんかねすごく素敵な感じがする。 ありがとうございます。うん、そうです、もうよっぽど営業をしっかりやってたんだと思う。ありがとうございます。そうですね、うん、多分お店の人も信用したんだんじゃない？はい、そうですね、信用していただいて、うん、まあ、いろんなことを頼んでもいいのかなっていう形にはなっていったんだと思う、ね、はい、だって普通ほらクリスマスケーキの注文取ってきてよまでは言えないもん。そうです、ね、あ、そういう間柄になってたんだね、はい、そうですね、はい、人間関係できてたんだと思います。素晴らしい。ありがとうございます、うん、じゃあその一生懸命さだとか、はい、営業の数字に直接関わらなくても、はい、誠意を尽くした、誠意を尽くし、うん、野村さんの日々の営業が伝わったんだね、はいはい、そうだと思います、はい、素晴らしい。ありがとうございます。これならプロになれるわ。ありがとうございます。プロになれるわね。え、分かりました。はい、はい、その営業のプロで営業代行のお仕事を早速始められて、株式会社マルユという会社をお作りになったかと思いますが、はい、もうこのマルユさんのことについてぜひ教えてください。うん、あのは営業のプロじゃない？はい、うん、その営業のプロの会社が一番大切にしていることって何？一
一番大切にしていることはやっぱり、まあ、商品を売るっていうことではなくて、やっぱ自分たちをしっかり買ってもらってっていうところを一番大事にしてます。来たよ、これだよね。だから営業は商品を買ってもらうということではなくて、はい、まあ、なくてとまでは言わないけど、そういうことよりも、はい、例えば野村さん自身を買っていただく。そうですね、はい、ということだね、はい、そうですね。でやっぱりお客様のその信頼を得るためにしっかりお客さんの要望を聞くってことが一番大事で、こちらから商品を提案する際にそれがやっぱり合ってるか合ってないかっていうのはやっぱりお客さんの要望を聞くことだと思うので、それを大事にしてます。よく話を聞いてるんだね。そうですね、はい、よく話を聞いて、あのそれをしっかりリターンを返すってところだと思います。うんうん、一人一人のお客様で、はい、何をこう大事にしてるとか、はい、それは聞かなきゃ分かんないもんね。そうですね、聞かなきゃ分からないですし、やっぱり一方的な営業になると、うん、やっぱりあのお客様が本当にどう思ってるかっていうのは分からないので、うん、まずしっかり話を聞いて、うん、あのそれに対して提案する、でやっぱり誠意を尽くすってところが一番大事かと思っております。一方的な営業っていうのは、はい、まあ、例えば自分の会社の商品のことをダーッと喋るような感じでしょ。そうですね、はい、あれダメなんだよね。あれは正直あの本当にお客様があの必要としていることは把握できてないと思いますので、あの一方的な営業はできやっぱりダメだと。ダメだと、はい、営業のプロはそう思うよね。そうですね、はい、うんうんうん、で、まあ、商品も説明はするけれどもお客様が何を望んでいるかを聞き出すことが大切、はい、一番そこが大事だと思っております。はい、野村さん流では、はい、どういう奥の手がありますか。奥の手、そうですね、うん、やっぱり、うん、奥の手ですね、うん、まああの自分のこともいろんな身の上事情とかも全て話してで聞き出すっていうのは。そこか。そうですね、これがプロの手だ。はい、そうだよね、はい、だって自分がこう鎧着てたらさ、はい、お客さんも鎧着ちゃうよね。そうですね、はい、いいこと聞いた。あ、本当ですか、はい、これだ、はい、営業。そうですね、自分たちのこともしっかり話す、話す、はい、ね、はい、っていうところから始まっていくと思います。そっから始まってそうするとお客さんも安心をして、はい、まあ、人間関係もできるから。そうですね、自分の私はこういうことを大切にして生きていますよ、はい、とかこういうのが好きですよとか言ってくださるのね、はい、そうですね、うんうんうん、はい、そっかそっか。でそれに合わせて提案の仕方だとか、はい、もちろん商品の提案のものだって違ってくるもんね。違ってくると思いますね、はい、ああ今日いいこと聞いたな。自分をまずこう見せるわけだね、はい、しっかり見せてからだと思います。見せて、はい、でベラベラ言うんじゃなくて。そうですね、よく話を聞いて、はい、それが一番大切かなと思ってます、ね、で最後は電球取り替えろって言ったら一生懸命もうはいはいって取り替えるようなね。そうです、何でもします。何でもするようなね、はい、ね、お金かかんないもんね、自分のね労力でいいんだよね。そうですね、はい、だからそこで誠意を込めて、はい、いろいろやっていくと、そっか、あ、じゃあ何か買うんだったら野村さんから買おうって話になるんだ。そうですね、はい、何かあった時にやっぱり頼まれたりとか、うん、僕らもやっぱり頼みますし、うんうん、はい、そういう関係がうまく作れてるかとは思います。これが営業のプロだ。今日学んだよ俺。ありがとう、はい、素敵ですよね。素敵。早速そうしましたら今どういう商品というか、はい、現在取り扱っている事業について、はい、しゅんさんぜひお伺いしたいと思います、うん、はい、じゃあどんな商品扱ってますか、はい、商品とか事業ね、はい、いろいろな、うん、あの会社様と業務提携をしておりまして、であのいろんな商品はあるんですが、今僕らが一番取り組んでるのは、はい、SDGs のそのものをやっぱり捨てちゃうっていうのを、うん、預かって、うん、はい、ブランド価値を損なわないようにして、はい、まあ、また売却するってことを今、うん、一番メインにやっております。はい、なんかよくわかんないんだけど、はい、すみません、もうちょっと素人にわかるように簡単に話して。やっぱりも日本で物をこう捨てちゃう
あの商品価値が下がってブランドが下がってしまうので物を捨てちゃう、売れなくなったものは捨てちゃうっていうのがあるんですけど、そのやっぱり捨てちゃうのはやっぱりもったいないので、それを商品価値とかブランドを下げずに、あの、まあ、クローズドのサイトっていうので、販売をしているっていうのが一番メインで今やっています。ブランドの価値を下げないっていうのは、はい、安売りしないとか安売りにしないっていうか、どういうこと？ですね、あのやっぱり いろんな人にこう面につくところで販売してしまうと、やっぱりそのブランドの価値が下がってしまうので、あの人が分かりづらいそのクローズ小さいマーケットであの販売をしていくっていうこと。なるほど。そうするとみんなにこうブランドを安売りしてるわけじゃない、はい、ことが分かんない。そうですね、で、はい、まあ、フードロスにもならないということですね、はい、いいことやってるね。ありがとうございます、はいはい、もう一個ぐらいないの？あとはもともと医療機器の営業とかもしてましたので、医療機関でだったりあの福祉施設っていうのにあの代わりに営業代行として、あのそういう医療機器とか、はい、あの福祉の用具とかを販売したりもしております、うん、なるほどね、はい、じゃあ会社 のなんかあれだ宣伝の画面ありますかね。あ、これ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 、はい、ね、はい、お、業種営業代行って書いてありますよ。はい、ね、で、ここに連絡先連絡すればいいのね。そうですね、連絡していただければ、うん、はい、すぐ対応いたします、ね。営業代行だからね、あのうちはこう商品作るのは得意だけど、はい、売る方が少し弱いんだよとか、はい、そういうね、はい、お客さんなんかどしどしやれだよね。そうですね、はい、うんうん、僕たちのメリット、あの強みが活かせると思います、ね、はい、この連絡先電話番号にかけてもらってもいいし、はい、ホームページもあるんだよね。ホームページもございます、うんうんうん、はい、マルユーさんで出る？そうですね、マルユーであの渋谷千駄ヶ谷で調べていただければ、ああのマルユー渋谷千駄ヶ谷 ね、 そうですね、はい、うん、出るわけだね、はい、うんうん、じゃあ、最後にね、営業を何とかしたいと思っている会社さんに対してアピールをお願いします。まあ、営業のプロとして、営業専門でやってますので、何か販売でお困りなこととかあればぜひ連絡していただければすぐ対応いたします。よろしくお願いいたします。お願いします。もう野村さんバッチリだよ。ありがとうございます。もうね、電球取り替えるしね、何でもするからね。はい、何でもします。うん、で、はい、人間関係を作って、はい、どんどん営業をやってくれるわけだもんね。そうですね、はい、任せて大丈夫、はい、ですよね。でもね、もっと実を言うとお話を伺いたいんです、 SDGs とか、はい、そうそうそう。でもこの番組生放送するとも、うこのままでいきますとね、はい、今日夜になっちゃいますから、はい、またぜひこのスタジオに遊びに来て、はい、もっといろんなお話を教えていただければと思います。本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。株式会社マルユーの野村さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは本日お二人目のゲストをご紹介いたします。株式会社共和組代表取締役山田周平さんです。本日のテーマは野球で学んだ人生の大切なことです。山田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。早速です、自己紹介をお願いいたします、はい、株式会社共和組代表取締役山田周平です。5歳から社会人まで野球をやっていました。5歳から社会人、はい、何年間やったの？大体20年間。20年間、はい、野球漬け。野球漬けでした。すごいね。社会人というか社会人野球までやったのね。はい、社会人まで。これね、社会人野球までやった人って初めて会うよ。あ、そうだったんですね。うん、はい、ポジションは？ポジションはピッチャーです。ピッチャー、はい、かっこいいね。ピッチャー、はい、どうしてピッチャーやろうと思ったの？やっぱピッチャーですと、やっぱ一番花があるポジション、花があるよね。常にみんなから見られてるポジションだったんで、やりたいなと、やりたいなと思ったのね、はい、思ってました。テレビだってさ、はい、やっぱりピッチャーばっかり映すもんね。そうですね。ね、はい、だからずっとテレビ映ってるもんね。映ってます。山田さんって、はい、目立ちがり屋？そうですね。もう小さい時から目立ちたがり屋でした。たがり屋だったのね。はい、たがり屋でした。じゃあピッチャーという、まあ、ポジションと、はい、自分の性格とぴったり合ったんだ。そうですね。うん、合いました。はい、
やりがいあったでしょう。そうですね、すごいやりがいを感じたポジションでした。うん、はい、うん、だから社会人までやったってことはやっぱ学生の頃エースだったんでしょ。そうですね、エースでやらさせてもらってます。かっこいいね、はい、エース今日エースの話いっぱい聞いちゃおう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、なんかテンション上がっておりますけど、野球ということで、野球をやっていて、もう今ずっとお話を伺っていて嬉しそうなんですけど、一番嬉しかったことって教えてください。聞きたい聞きたい。そうですね、20年間やってて、やっていて一番嬉しかったことは、うん、やっぱ強いチームに勝てた時。強いチームに勝てた時、はい、うんうん、もしかしてその強いチームっていうのは、はい、もううちらはもう絶対に勝てないようだなって思ったようなチーム。そうです、勝ったんだ。そうですね、勝たせていただきます。よし、その燃える話聞かせてもらいましょう。はい、どうやって勝ったんですか。そうですね、やっぱ強いチームっていうのは、うん、正面からぶつかっても勝てないですね。うん、正面からぶつかっても勝てない。はい、なので、うん、偵察部隊っていうのが偵察部隊、はい、チームにいまして、うん、でその偵察部隊が強いチームの試合を、うん、ビデオを撮りに行くんです。試合のビデオを撮りに行く。はい、でそれを持ち帰ってきてもらって、うん、夜遅くにみんなで、うんうん、研究をするんです。研究する。はい、なんか FBI みたいだね。そうですね、うん、そっか、はい、夜やるっていうのは、はい、昼間練習してくれるからできないんだよね。はい、夜ね、はい、夜な夜なやったのね。はい、勝つために、夜な夜な勝つために、はい、どんなことやるの作戦って。そうですね、作戦的には、うん、やっぱピッチャーの癖だったり、うん、はい、チームの隙があったりなど、うん、ちょっとそういうのを探す。なんかワクワクしてきた、はい、じゃあまずね、はい、その癖、はい、ピッチャーの癖教えて。例えば、まあ、ピッチャーそれぞれやっぱ特徴があるんですけど、まあ、変化球を投げるときにこう角度が、うん、肘の角度が変わってたりとか。へー、はい、投げる前にグラブにこうボールを入れて、はい、構えたときか、構えたときですね、にちょっとこう肘が上がるとか、肘が上がったりグローブに力が入ってたりとか。グローブに力が入ってる、はい、見えちゃうのそれ。そうですね、基本まあそこ出ない人もいるんですけど、やっぱ中には出る人もいるんですけど。そか、指の形がちょっとこう出るとか、はい、ちょっと、はい、グローブにちょっと力入ってるなっていうのが、って感じがある、見えたりするんで。あ、これ肘だってこんなじゃないでしょ。そうですね、ほんの少しそこを見極めるのね、はい、であとまっすぐの時のタイミングだったり、ホームに投げるまでのタイミングだったり、うん、そういうのを。変化球と速い球を投げる、はい、ボールを持ってから投げるまでの秒数です。秒数が違ったりする。違ったりすると面白いね、はい、そういうのもかなり研究させてもらって、研究して、でまた相手のチームの好きですか。好き、はい、それすごいよ。好き、相手チームがやっぱこのバッターに対してはポジショニングが結構変わってきたりするんですけど、ほう、そこの左バッターだったらここまで相手チームは動く、うん、右バッターだったらここまで寄るっていうのが結構固まってたチームだったので、ポジショニングっていうのは守備位置が、はいはい、右に寄ったり左に寄ったりするってこと？はい、そうです。それがあるチームだったんだ。あるチームだったんです。でそこに落とせるような、打てるような練習を毎日させてもらって。そうかそうか、ただ相手チームが右に寄るんだったら、はい、空いてる左のところに落とせるような練習したのね。落とせるような練習をしたり、はい、へえ、そういうとこまでやるんだ、はい、へえ。でもう当然ほら強いチームに勝てたことっていう話だから、はい、勝ったんだろうけど、はい、そりゃ嬉しかったでしょう。すごく嬉しかったですね、うんうん、やっぱここまで研究すれば、うん、弱くはなかったんですけど、うん、まあ、格上のチームに勝てるんだっていうことが分かったので、うん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 、はい、すごく嬉しかったです。嬉しいよね、はい、さ、だからさ、ほら野球って団体スポーツだから、はい、例えば誰か一人がホームランボコスか打ったって勝てないじゃない。そうですね、うん、でもやっぱりそれみんなで力を合わせると強いチームにも勝てるわけじゃない。はい、そこって味わった。そうですね、味わいました、うん、もう本当にみんなでチーム一丸となって研究だったり
苦しい練習だったり耐え抜けば強いチームに勝てたり、いろんな一緒の喜びを味わえる、そこが一緒の喜びを味わえたんだね、はい、あれ嬉しいよ ね、 そうですね、ね、はい、分かりました。はい、今いろいろ楽しい嬉しいお話を伺いましたけど、実は大変なこともあるかと思います、はい、野球をやっていて一番鍛えられたことなんて何かありますか？選手寮ですね。選手寮、はい、聞いたことあるよ選手寮、はい、プロ野球チームにもね、はい、選手寮あるしね。そうですね。あれのこと？はい、そうです。おお、はい、山田さんはそこにどのぐらいいたの？選手寮には3年間、高校3年間大学4年間うん、あ、はい、7年間住んだのね。そうですね。すごいね、はい、じゃあねちょっと選手寮なんか知らないから、あ、はい、ちょっと根掘り葉掘り聞いちゃうけど、あ、はい、高校のね、はい、選手寮でちょっと限定して教えてください、はい、まずその選手寮に何人生徒っていうの？生徒が120人。120人、はい、学校一つ分ぐらいあるね。学校一つ。ね、それ何？全員野球部なの？全員野球部。全員野球部なの？全野球部です。へえ。じゃあ全国から来るんだ。はい、全国から集まって。ああ。あ、だけどほらうち近いから寮に入らないとか言う人ダメ？全寮制です。全寮制。はい。もう野球部に入るなら寮に入りなさいよっていう、まあ、条件。はい。なのね。そうです。120人。で何人部屋？4人部屋で。4人部屋、はい、3年生が2人、うん、2年生が1人、うん、1年生が1人です。そういう配分で、はい、へえ、面白い。もう男臭いねそれね。そうですね、はい、はい、で食事とかは？あ、食事は朝と夜が、うん、寮に食堂があるので、うんうん、そこで食堂のおじちゃんおばちゃんが料理を出してくれました、うん、ああ。ちょっと待って、でも120人が食べれるところってでかいよね。すごい広かったですね。はい。ね、で120人が寝起きする、食べる、はい、ものすごいでかいビル。そうですね、4階建ての、うん、まあ、軽いマンションみたいな。マンションだよね、はい、そのぐらいだよね。わかりました、はい。じゃあ、鍛えられたこと。鍛えられたことですね。やっぱ一番鍛えられたことは時間厳守。時間厳守、はい、例えば朝起きるのが、はい、1年生が5時半に、うん、1年生は5時半、はい、はい、2年生が5時45分、2年生が5時45分、はい、で3年生が6時。ずるいじゃん。いや、そうですね、やっぱ1年生は3年生のお出迎えをしないと。お出迎えするのね、はい、いけないといけないって。そっかそっかそっか、はい、そっかそっか。で、学年ごとに起きる時間が、はい、まあ、ゆっくりになっていくということね。そうですね。うんうんうん。これさ、1年生なんか特にそうだけど、はい、やっぱり遅れちゃうとさ、はい、ペナルティとかあった？そうですね、ペナルティはありました。あった、はい。じゃあ、1年生、遅れないように、はい、なんか力合わせたことってある？そうですね、最初朝5時半までには、うんうん、1年生全員集まらなきゃいけないんですけど、はい、その場で誰かがいないとかあった時に、うん、まあ、先輩が一緒に寝てる部屋なんで、うん、入りづらいんですけど、うん、こっそり、こっそり、はい、トントン、トントンって、ね、起こしに行ったりは。いいですね、はい、チームワークだね、それね。そうですね、そこでもチームワークが生まれたので、うん、あとなんか優しさもあるよね。そうですね、うん、はい、そういうことを学ぶためにこういうシステムになってるかもしれないね。そうですね、うん、はい、うんうんうん、そっかそっか。じゃあそういう時間をしっかり守る、はい、ま、万が一ほら守れない人がいてもみんなでフォローしながらやっていくっていうことを覚えたわけだ、はい、経験させていただきました、うん、でそれが時間厳守ができるようになったわけだ。はい、なるほどなるほどなるほど。じゃあさ、はい、大学でも同じ感じだったの？そうですね、大学でも同じような形で、うん、はい、やっぱり1年は早かったのね。そうですね、1年生は早くグラウンドに来 て、 って準備。じゃあ高校3年まではおーとか言ってたのが、はい、大学入るとはーって やったのね。そうですね、ああ、そっか、はい、でそういうのもこうきっちりいくからね、はい、いいよね、うん、
分かりました、鍛えられたこと分かりました、はい、はい、すごいところで経験をなさっていらっしゃると思いますが、その野球、まあ、選手寮も含めてですけれども、身についたことの中で、はい、社会に出てからも大きな武器になったなというようなことって何かありますか？そうですね、社会に出てきて、うん、山田さん、はい、時間厳守学んだっていうのは今聞いちゃったから、はい、それ以外のことで、そうですね、あとは、うん、あの友人やここまであの一番もう厳しい中で、はい、一緒に野球をやってきて、うん、来たチームメイトが今財産になってます、うんうん、ここまで厳しい練習を、はい、そして、まあ、寮生活も厳しいのを一緒にやってきた仲間が財産であると、はい、財産になってます。まあ、例えばどんな感じ？そうですね、あのやっぱあの社会に出てあの仕事が取れなかったりなどしたら、うんうん、やっぱこう各地方にやっぱ寮生活とかでいろんな地方からみんな集まってきたので、うん、あ、はい、あのピンチになった時にあのすぐかけられる友人ができたことですかね。なるほど、はい、全国にいます。ピンチになった時に、はい、頼むよって言える仲間がいるのね、はい、仲います。山田さんすごい、はい、すごい財産、はい、へえ。でさ、はい、それはもしかすると同学年というだけじゃなくて、はい、結局みんながその厳しい練習とか、まあ、寮生活とかを、まあ、何十年も渡ってやっているわけじゃない、はい、だから、まあ、先輩もいれば後輩もいるわけだけど、そこら辺が全部なんか人脈になっているような気がするんだけど、どう？そうですね、おっしゃる通りです。あの、はい、うん、合ってます。あのやっぱ辛い練習してきたのは、うん、どの学年も同じなので、うん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 、同じ辛い中、うん、あの楽しい、うん、中野球をやってきた仲間なんで、うんうんうん、はい、そっかそっかそっか、ね、もちろん練習は厳しかっただろうけども、はい、例えば強いチームに勝てたあの感動を共にした人、はい、もしくは先輩たちでもね、はい、あの時強いチームに勝ったんだよって思った気持ちって共通だから、はい、もう私はこのチームにいましたっていうだけで、はい、なんかこう通じ合うものがあるわけだね。そうですね、はい、うんうんうん、じゃあさ、その日本全国にいる人脈ってものすごい数になっちゃうね。そうですね、かなりの人数になってます。うん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 、はい、でそれがみんなこう山田さんの財産なわけだね、はい、これは良かったね、はい、野球には感謝しかないです。うん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 、はい、本当だ、うん、これから後輩が入ってくる、はい、山田さんもやってあげるんでしょ？そうですね、うん、もちろんです。うん、はい、当然っていう感じですね。はい、もちろんですね。え、わかりましたね。はい、このような経験をなさって今株式会社の代表取締役としてお仕事されていらっしゃると思いますけど、こちらの会社のお仕事事業についてぜひ教えてください。はい、主にあの一戸建てマンションアパートの外壁塗装の工事をやらさせてもらってます。外壁塗装、はい、こうやって塗るやつ。そうですね、色を塗り替えたり、うんうん、家をケア保護したりする、はい、お仕事を。の新築じゃなくてってこと？そうですね、新築じゃなく、うんうん、はい、うん、もうあの数十年経ったお家だったり、はい、それをまた保護塗り替えるっていう、うん、塗り替えるってことね。うんうんうん、山田さんの会社の売りは何ですか？はい、売りはですね、あの調査から施工、アフターフォローまで、うん、全て自社でやらさせてもらってます、うん、調査、施工、アフターフォロー、はい、調査と施工ってまず聞きましょう。そうですね、調査と施工はあのどこの塗装会社さんもやられてるものなんですけど、やっぱ一番の売りはあのアフターフォロー。あ、そっちね、はい、そっちね。そうなんです。 OK、 じゃあそのアフターフォローの話を教えてください。はい、アフターフォローはあの基本あの塗装会社さんって次の塗り替えシーズンが来た時にまた顔を見せて、うんうん、塗り替えどうですかとか
声をかけさせてもらうんですけど、はい、あの当社は年に 2,3 回お客様のところに訪問させてもらってご挨拶をさせてもらってます。 2,3 回も行くの？はい。俺親切丁寧だね。そうですね、もう常にお互いのケア、あのやっぱ家いいねとか声をかけてもらいながら、うんうん、またその次の塗り替えの時期には当社でやらさせてもらえるような形で。なるほどね、はい、そこで信頼関係を作っていってるんだ。そうですね、うんうんうん、で 2,3 回も行って何すんの？ 2,3 回行ってもうあの雑談だったり、雑談だったり、はい、もう、うんうん、どうですかって一声かけるだけで多分お客様も違うと思いますし、はい、あちょっとこの辺色が剥げてきちゃってますね、ちょっと当社まだ材料残ってるんであの無料であの施工しますよっていうのは常にやらせて。ちょっと待って、山田さんちょっと待って待って、はい、何ここら辺ちょっとよろしくなくなってきたからって、はい、無料で直してくれるの？そうですね、あの期間内であれば。それね、はい、信用されるよ。 ありがとうございます、うん、一番信用されないのは、はい、回っていってここダメですねって言って、はい、追加の工事、そうですね、はい、お金がかかっちゃうとね、あの人来たからちょっと今日は留守になっとこうかなっちゃうから、はい、そこよく考えたね。そうですね、うんうん、それだったら何回言ってもあれだ、歓迎されるわ。はい、そうです、うんうん、じゃあここだ、ポイントはあの壊れてしまったり剥げてしまったりしたところは、はい、まあ、期間中、契約の期間中であれば無償で工事をしてくれる。はい、工事をさせていただきます。それはいいよね。じゃあその他に売りありますか？はい、そうですね、あの、うん、私もともと建設業界に入ってくる前は銀行員だったんですけど、はい、うんうん、その時にあの住宅ローンとか、うん、結構あの得意分野でさせてもらってまして、なるほど、結構あの塗装って10年に一度って言われてて、はい、そうですね、で結構住宅ローンの切り替えも10年に一度って言われてるんですね、うん、なるほどね。なんでその時にあの返済明細とか見せていただければ、あのこの銀行にすればこれぐらい金利良くなっていくら浮きますよっていうご、うんうんうん、アドバイスは、はい、そういうのもやってもらえるんだ、はい、させていただいてます。いいね。俺さ今ずっとお話を伺っててさ、はい、なんかね家にあげてもいい感じ。 ありがとうございます、うん、なんかね信頼できる。 ありがとうございます、うん、やっぱほらね、あの工事って家に上がってもらったりしなきゃなんないから、はい、どこの人か分かんないとちょっと不安じゃない？ でも山田さんならね、僕はねお願いお願いってもう やりたいと思うよ。本当ですか？ぜひ、うんうん、よろしくお願いいたします、ね、この野球でいろんな学んだ素敵なことを、はい、まあ、武器にしながら、はい、ね、あの事業をやられてるっていうのはねすごく伝わってきます。シャドウさんどうですか？本当ですよね、誠実な方だなっていうふうに思って、うん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 、今しゅんさんお話ありましたけど、やっぱりね家に知らない人あげるのってちょっと怖い気がしますけど、うんうんうん、山田さんだったらなんか安心だからお茶飲んでってみたいな感じになりますね。わかりますっていうのをお話ししてまだ喋りたいんですけど、生放送でまたぜひ遊びに来ていただいて、多分しゅんさん野球の話も好きだと思います、うんうんうん、そこのところも含めてまたまたいろいろお話を伺いたいと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。株式会社協和組の山田さんでした。ありがとうございました。はい、本日は本当に素敵なお二人に、日本のこれからの営業そして塗装安心して任せられるなという思うようなお二人でした。本当にありがとうございました。それでは告知のコーナーに移らせていただきます。まず最初、株式会社マルユー代表取締役の野村達弘さんからのインフォメーションです。株式会社マルユーは営業代行を主とした事業を展開させていただいております。こちらの会社に興味関心を持っていただきましたら、企業様団体様にはぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。東京都渋谷区にございます株式会社マルユー、連絡先ですが東京03-6822-1999です。どうぞご連絡をお待ちしております。よろしくお願いいたします。続きまして、協和組山田修平さんからのインフォメーションです。
調査、施工、アフターフォローがしっかりできる外壁塗装工事の会社です。先ほどもお話がございましたローンの借り換えのご相談にも乗ることが可能です。外壁塗装工事をお考えになっている皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は株式会社京和組、連絡先は090-9296-1942 です。お電話お待ちしております。続きまして、株式会社日本天霊からのインフォメーションです。葬儀のことで悩んでいませんか？日本天霊では明確な費用の提示、親身に丁寧で分かりやすい説明、そして日本天霊の会館使用料は無料とするなど、安心してご依頼いただける葬儀会社です。葬儀のことで悩む前に、ぜひ一度足立区谷在家の日本天霊にお越しください。次に人形供養祭のお知らせです。来る12月25日日曜日、足立区谷在家の日本天霊で人形供養祭が開催されます。昔から人形は単なる飾り物や遊び道具ではなく、常に生命あるものとして扱われてきました。家族同然のように愛され、毎日お子様の成長を見守ってきたお人形や、真心を込めて作られたもの、大切にされてきたお人形には感謝の気持ちを込めて丁寧に供養してあげたいものです。そんなお人形、ぬいぐるみを感謝の気持ちを込めて供養する人形供養祭。当日は会場に僧侶をお招きし、お経をあげていただきます。料金はお賽銭をご用意しておりますので、お気持ちでお供えください。ご興味のある方はぜひご参加ください。続きまして、児童発達支援放課後等デイサービスアスパルからのインフォメーションです。児童支援スタッフ募集のお知らせです。常勤、パート、アルバイトを募集しています。児童指導員、保育士、教員、いずれかの資格をお持ちの方、また大学生や未経験の方も募集しています。元気な子どもたちの笑顔を増やすお仕事です。ご興味のある方は QR コードを読み取ってお友達追加をお願いいたします。続きまして、教育講座のお知らせです。11月27日日曜日、10時から11時、発達障害児の性教育講座を開催いたします。子育てが今よりもっと楽しくなる、大事な大事な性のお話。興味関心のある方はぜひご参加ください。ご参加希望の方は QR コードを読み取ってお友達追加をお願いいたします。最後にワインさんからの CD のご紹介です。ファーストアルバム愛愛愛、2000円足す消費税で販売されています。2度目のさよなら透明な心、1000円と消費税で販売をされています。そして令和になっても平成ぷよぷよ音頭大好きレインボー保育園、こちらも1000円と消費税で販売されています。ご購入は全国の CD ショップでご注文、インターネットショッピング、ワインさんのコンサートでも販売しております。またワインさんの Facebook もぜひぜひ皆様ご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ワイン&子どもど真ん中プロジェクト、この番組の提供は、忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本天霊と、子どもは遊びの天才、そんな子どもと本気で遊ぶ大人がいる
児童発達支援放課後等デイサービス、アスパルの2社でお送りいたしました。次回の放送は11月6日です。それでは次回までお元気で、さようなら。